パブリーズ CM 疑惑、平野仕様から道江春優への交代、情報漏洩の裏に潜む社外非カタログ。こんにちは、尊敬する読者の皆様。今回は、エンターテイメント界で波紋を広げている興味深い話題についてお伝えします。ジャニーズの元メンバー、平野仕様氏と、 注目の申請、道江春有志が関わるファブリーズ CM の交代疑惑と情報漏えいの謎について詳しく掘り下げてみましょう。2023年、ジャニーズ事務所の元キングプリンスメンバーである平野志陽氏は退場後に滝沢秀明氏の新会社飛べ、トベへの合流を発表しました。一般的に、タレントが事務所を辞めた場合、 契約期間にかかわらず、そのタレントが起用されている CM はすべて打ち切りになるものです。しかし、ここで驚きの出来事が起こっているとされています。パブリーズの CM は、平野志陽氏がジャニーズ事務所に在籍中に結んだ広告契約で、現在も放送され続けているというのです。 特に、パブリーズ即完ジェットの CM は、平野氏と松岡修造氏が出演し、YouTube の P&G 公式ファブリーズチャンネルでも複数の CM 動画が公開されています。これに対して、SNS 上では、パブリーズの CM に出演するキャラクターが、平野氏陽氏から道江翔義雄氏に交代するのではないかという会情報が広まりつつあります。 道江春有志は何は男子の一員であり、金プリファンにとっては新たな展開として注目されています。この会情報は、とある金プリファンが入手したとされる P&G のカタログに基づいて広まりました。 カタログには、道江さんが平野さんと同じ格好で登場し、さらに、パブリーズ即カンジェットのアルコールバージョンが新発売されるという情報も含まれているとされています。情報源は SN、SNS のフォロワーから得たと主張し、P&G 関係者から提供されたとされる社外費のカタログの写真を示しました。一部の金プリファンは、ジャニーズ事務所によるグループの 分裂という過去の出来事から、同社に対する不満を抱いており、もし本当に CM キャラクターが交代するのであれば、その決定に行き通りを覚えるでしょう。この情報の波及により、SNS 上では一部の金プリファンが不買運動を開始するなど、物議を醸しています。 情報発信者が真実であれ虚偽であれ、その影響は大きく、平野仕用氏の仕事にも影響を及ぼす可能性があります。一方で、スポンサー企業である P&G からの正式な回答は、機密保持の観点から、社外関係各所との現状、もしくは今後の契約関してはコメントを控えさせていただきたく、ご理解のほどよろしくお願いいたします。というものでした。 つまり、現段階では何も明確には語られていない状況です。平野氏用紙が飛べ、合流後、新たな CM 契約を結んだかどうかについての情報はまだ明らかにされていません。しかし、ファンの懸念がスポンサー企業に影響を与えず、平野氏や道江氏にとって良い方向に進むことを期待しています。結論。 今回のパブリンズ CM の交代疑惑と情報漏えいの謎はエンターテイメント業界における注目の話題の一つとなっています。平野志耀氏陽と道江春雄氏がどのように関わっているのか、そして情報漏えいに関する真相が明らかになる日を待ち望んでいます。この出来事がファンや業界にどのような影響を及ぼすか、今後の展開に注目が集まります。 この記事を通じてファンや一般の読者の皆様にこの興味深い出来事についての詳細を提供できたことを願っております。情報が入手でき次第追加のアップデートをお届けする予定です。どうぞお楽しみに。